はい、どうも、こんにちは、僕です。なんだっけ。続きをやっていきましょう。なんだっけな。Life is Destroy のね、ゲームの世界に入ってきてます。前回家が終わったので、ケース2になるのかな。なんですね、ケース2。まあ、トランプを叩きながら進んでいけばいいのかな。どこがスタート地点だ？そこか。うん、やっていきましょう。あのですね、もう台風が来すぎなんですよ、台風。どんだけ台風来るんですかっていうぐらい来てますよ、台風が。台風が来るとね、風が強くなってしまうんで、風の音をね、拾ってしまうんですよね、マイクが。それが非常に困る。痛い。こいつ強いやつじゃないか。なんだこれ、どうなればいいんだ。なるほどね。わかりました。こうでしょ。これでいいんじゃないですか。そいで、ここをつなげていけば、良きでしょ。良き。このぐらいはね、余裕ですね。そっち、またそっちに戻るのか。ちょっと録画外で、最初のステージをやっていて、1レベルだけ上げてきました。ちょっとレベル上げした方がいいかなと思ってやったんですけど、あまりにも経験値効率が悪くてやめました。一回ね、クリアしたんですけどね。はい、じゃあ次のステージっぽい。ドッペルゲンガーは社会から脱落した人間が許せなかった。この家には保護観察中のドラッグディーラーが住んでいた。なのに密かにティーンエイジャーにドラッグを供給していた。だからそれ以上悪さができないように、ワンインオープナーで千切り、ちぎり殺した。スキルだ。新しいスキル何ですか？今のね、マークはもしかして回復系じゃないんですかね。ただ今使ってるの、単A チップ。範囲内のプレイヤーを回復するエリアを発生させる。欲しいな。どうしようかな。何がいらないかな。これだな。シャイニングチップが一番使いづらい。今のところ。別に敵をね、動き止めるわけでもないので。三角ボタン。三角ボタンで回復。覚えとこう。単A チップですね。で、敵はどこにいるんですかね。ここにいた。なんかいっぱい来た。なんかいっぱい来たよ。で、一撃？あ、二発目が当たったから一撃なのか。こっちから来たのかな？バグストラ、おじい様の遺言だ。あなたの味方だっていう奴は大体裏で悪口を言っている。奴らに気をつけろ。それで、どこが行けるようになったのかな？ここか、ここが行けるようになって。危ない。痛いよ。ピヨらせて殴る。せっかくなんでね、回復しておこうか。あれ？あ、溜まってない。これ、あれが長いっすね。なんだっけ、クールタイムがめちゃくちゃ長いですね、これは。もう回復、ターンエッジ。なんだ？新しいブルームバグ。ブルームバグ？サクバグ？なんだ？何してくるんだ？あ、防御してくるのね。防いでくる。飛ばしてくる。あ、死んじゃった。あ、お前またそれか。まあ、割と柔らかい。うん。まあ、スキルを使えばね、簡単に敵を倒せますね。じゃあまたトイレが解放されたので、ここも終わりになりますね。特に何も落ちてない感じですかね。スキルチップがあっただけですね。
このホローナイトの T シャツいいですね。普通に欲しい。うん、じゃあ出ていきましょう。ここはもう用なしかな。うん、じゃあケース3。今度は？まあ、とにかく家に入っていけばいいって感じですね。それよりも道中の敵に注意していきましょう。こいつら。何？二つとも変わるの？おー、行くしかないか。あ、で、これはまっすぐしか行けないのか。なんだ。痛いな。えい、危ない。うん、オッケーです。充電しとこ。なんだろうな。あ、なんだこいつら。あ、爆弾じゃねえか。させるもんですか。どっちで何が動くかだよね。なんだ。なんだろうな。あー、分かった気がする。これで真ん中に行けるようにすればいいと。バッチリ。死ねえ。見下ろし視点だと敵の位置がよくわかるんですけど、その敵が何なのかがわかりづらい。だから爆弾とか早めに気づいて倒さないと爆発されちゃいますよね。んじゃあまたホワイトシープがいるのかな。ここもドッペルゲンガーが建てた墓標の一つ。彼はここで怪物への大きな一歩を踏み出した。親を殺し、巧妙な方法で罪を逃れたティーンエイジャーを貼り付けにした。そして罪人の声を聞くためにその体を食べた。そこから様々な人格が宿るようになった。何それ、最後だ。うん、まあ苦労せずに進みますね、この辺は。おじい様の遺言だ。チェダーチーズは2年ものに限る。見極めろ。なんのこっちゃ。くるくるくる。ややこ、厄介だなこいつ。上にトイレがある。とりゃー、こいつ嫌い。こいつ防御するんだもん。まあだいぶね、柔らかいからまだいいですね。一人ずつ倒していきます。痛いな。どこが行けるようになったんだ。あ、トイレか。毎回ね、トイレが解放されていきますね。アステカストーン。アステカストーンは何に使うんだろうな。多分ね、T シャツがアステカストーンでもらえるんですけど、他にも T シャツ以外にも、なんか着替える箇所が出てくるんですかね。どうなんですかね。うん、じゃあね、ここの家からもう出ていきましょう。はい、じゃあケース4。だんだんめんどくさくなってきてますよね。あ、爆弾のバグがいますね。普通にいるよ。
まあ1匹だけだったら対処は簡単ですよね。一旦これで行ってみようか。とりあえず敵倒しとこう。後々出てこられるのが困る。そしたらなんかいっぱい来たんだけど、そりゃ危ない。そこか。右上に行きたい。右上に行きたいんですけれども、ここは左側に通じてるのか。あ、ちょっと待って、あそこにアンリアルがある。どうしようかな。くる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 。早く飛ばせ。余裕。あれ、まだ倒してなかった。ガード破る方法はないんでしょうか。余裕でございます。あれ、アンリアルエンジンマークって何なんでしたっけ。だからこれ多分ね、あれ結局どこに行けばいいんだ。上か。上に行くのか。そこをつなげなきゃいけないのか。つながらなくね。ここからこっちに行けるようにしたいですよね、多分。これちょっとめんどくさいな。惜しいですね。あ、こっちにもあったのか、道が。爆弾がいますね。そしたら、そこの左上がつながらなきゃいけないんだけど、ここは、これでいいのかな。こうでしょ、多分、ここは。あ、そこも変わっちゃうんだ。なるへそ。いけた。この辺はね、適当にやってればいけますね、多分。はい、じゃあ、4つ目の家かな。あ、ラーメン屋さんがある。いらっしゃいませ。お一人様入ります。バグジロー、最高の一杯をください。かしこまり。お待たせしました。いただきましょう。何味かな、ここは。塩かな、そろそろ。ごちそうさ。函館ラーメン塩。読めない。ゼロ霜？ゼロ霜って読むの？霊下の北国も温める塩かける魚介の優しい一杯。これでブログを書くんでしょう、まだ。誰かいる。バグストラ、おじい様の遺言だ。二次会には行くべきではない。得るものは少ないぞ。なんかいっぱいいるな。ここはドッペルゲンガーが最も多く一度に殺した現場。新興宗教の教団施設丸ごと82人を殺害した。壁の赤は超絶記録の証明。味わったらいい。これは誰？なんでこっちにもバグストラがいるんだ。おじい様の遺言だ。ナンバーワンを目指すんだ。オンリーワンがおまけでついてくるぞ。なるほどね。なんか2匹いる。え、違う、2匹どころじゃない、4匹いた。レディーバグバグ。何それ、レディーバグバグ。ちょっと待って、敵多すぎじゃないこれ。ちょっと待って、充電。何これ。
何なのこいつ、何が起こってるのかがわからない。あれだ、スキルが使えない、スキルが使えなくなってる。うん、倒しました。やばいやばいやばいよ、危ないよ。充電。何、もう一匹いるの？どっから出てきたあいつ。どうしようかな。なんとかなりました。こんないっぱい敵が出てこられると困るな。さっきのレディーバグバグって何の能力があったんですかね。スキルが封じられたのは分かったんですけど、それ以外の効果が分からなかった。なんかレーダーみたいにねなってましたよね。はい、じゃあね、今回は時間の切りがそろそろいいかと思いますので、ここで終わりにしたいと思います。次回もね、引き続きこちらのライフ・イズ・デストロイのね世界をやっていきたいと思いますので、またご視聴いただけると嬉しいです。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。